当社所有の潜水艦に乗り込み、目的地までの護衛を依頼します。潜水艦は先に奪回した機密資料を運送します。 LCC とバレーナは資料の再強奪を狙っていると思われ、万全の警護が必要です。潜水艦内で待機、有事の際には出撃してもらいます。 LCC は空母をはじめとする海上戦力を保有しているため、様々な危険が予測されます。考えうるあらゆる状況に対応できるよう準備を整えておいてください。それではよろしく。レーダーに未確認機の接近を確認。当海域では水深が浅いため潜航不可能だ。海上から迎撃を頼む。メインシステム戦闘モード起動します。海面下に落ちた場合 AC の回収は不可能となります。注意して行動してください。敵巡洋艦の接近を確認。迎撃を頼む。システム通常モードに移行します。